皆さんどうも、ピーマンドエースというわけで皆さん元気に生きてますでしょうか今回この動画では私ピーマンの病気のことについて話していきますよ。えー、興味のある方は誰一人としていないと思うが、もしよかったら聞いてくれ。えー、別に聞かなくてもね、えー、損することは何一つとしてないので、むしろ聞いて損しますからね。えー、別にその辺は個人個人にお任せでございますので。まあまず病気のことを語る前にですね、えー、現在ね、まあ実況動画出してますけど、えー、3DS のゲームの実況 今日をちょっとお休みしてますモンスターハンタークロスだったりね、えー、モンストだったりモンストなんてあとちょっとでクリアできるのに中途半端なところで現在ストップしてますね、えー、理由はですねちょっと 3DS をキャプチャーするものが壊れちゃってですね現在、えー、その動画が撮れない環境でございますね、えー、楽しみにしてくださってる方々には申し訳ないですがおそ、えー、らく今週中に,にねまた届くと思いますのでまた購入しましたのねキャプチャーするものを、えー、そちらでね、えー、また実況始めていきますので でえー、今週お楽しみにはい、ほんで本題に取り掛かりますよ。私、美和の病気のことについてね、えー。僕はとある病気と1年以上戦ってきました。えー、つい先週までね、えー、入院してたわけなんです。人生2度目の手術を受けてきました。そこでですね、ついに決着をつけることができました。本当に長い戦いだった。しかし、勝ったのは、 俺なんです。俺が勝ちました。えー、ここまでね、手術を受ける、えー、お休みしますという動画をですね、何個か上げて、えー、去年の8月にも手術、人生1回目のね、えー、初めての手術をしたわけなんですが、えー、その時もだったり、えー、そして今回もね、病気の方は公開いたしませんでした。なぜかというと恥ずかしいから、えー、絶対笑うことになるからね、みんな失笑が出ると思う。今回失笑は出さないでくれ。お願いしますよ。えー、まあ、ここでもう発表しちゃうわけですが、 私、ピーマンの、病気は、の前に、えー、まずこの病気を聞いてね、あ、ピーマンさんあの病気で苦しんだんだっていう方、誰一人としていないと思う。これはね、ほんと知ってる方は絶対ゼロ間違いなくゼロゼロでいて言てほしいっていう病気だから。え、あの、知らない方がたくさんいると思いますのでね、お手持ちのパソコン、まあ、現在スマホで見てる方もパソコンで見てる方もですね、えー、Google 先生の方を準備しておいてください。そして、えー、この病気に関しては、 決して、あの、画像検索はやめてくださいね。飯時見,見たら吐くことになると思うから気持ち悪さが残ると思いますので。え、もうそこは自己責任でお願いします。見て吐いた、どうしてくれんねんっていうコメントは全部拒否しますからね。すぐ削除してやるよ。えー、じゃあ言っていきたいと思います。私ピーマンの病気は、もう、そう、どう。動という病気でございます。えー、こちら漢字で書くとですね、あの、毛の毛ね。 え、毛があるでしょ毛の、体の毛とかのね。えー、に、毛。えー、で、んで、巣の巣、雀の巣の巣で、洞窟の洞これで妄想洞と言います。えー、どのような病気なのかというとですね、簡単に言えば、血毛の病気です。えー、だからだよ。みんな、察したろえー、これだからみんなに言えなかったのよ。血毛の病気にかかりました。手術してきます。ピーマンチャンネルお休みします。誰が言えんだよ。ね、言えねえよ。恥ずかしくて口に着しちゃうわ、お前。 絶対言えないだろう。だから言えなかったのよ。ええー、ほんと簡単に言えばそういう病気ですね。ええー、まあ、体のね、毛がたくさん生えてる人っていうのはお尻にも毛が生えてるわけじゃないですか。見てくださってる中にもそういう方がいるかもしれない。僕もね、ま、あそんなにボーボーではないんですけど、まあ、人と比べたら生えてるかなっていうくらいなんですけどね。ええー、まあ、その毛がですね、何らかの形で体に入り込んじゃって、例えばですね、座ってるとお尻が擦れてね、それが原因で入り込んで、 えー、ほんでその毛が悪さをしてですね、この体の中、まあ、お尻のとこですね、そこに空洞を作っていく。だん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 ,だん下に行くのよね。でそこに空洞を作って、そこから血が出てくるっていう病気。わかるまあ、今検索してる方もいるかもしれないけどね。えー、これは日本人の方にはなかなか馴染みのなくてですね、あのアメリカの米軍の方、ジープっていうのを乗ってるのにね、乗ってる方に多い病気で。 まさか、俺がかかるとは思わなかった。この病気にみんな一年間戦ってきたのよ。本当にね、情けない話だろ。笑わないでくれ。失笑もやめてくれ。哀れみの目で俺を見てくれ。俺が一番哀れんで見てるから、自分のことを。本当に情けないですがですね、この病気とは本当に長い戦いになりました。僕の場合はですね、 あの、病院に行くのが遅くてですね、ちょっと判断を誤ってですね、このような長い形になったんですけど、初期の段階で、早い段階でこの病気を見つけるとですね、まあもっと早くなんかいい方法があって、ほんで僕はね、あの、手術が嫌だったので、この病気を治すにはもう自然回復が間違いなくないんだよね。あの、そこの部分から血が出てきますから放っておいたらなんか勝手に治るとかじゃなくて、もう手術か、時間かけて治すか、薬とか塗ってね、あの、やって治すかで僕はずっとね、 ねあの薬の方を選択してきたのよそれだから遅くなったらそれで治りきらずですねあの1回治ったんですけどこの病気異常に再発率が高いのよ ね一回治ってね、あの、僕、今日、えー、2014年の12月、年年もうそろそろ終わるっていう頃になって、で、そこから病院に1ヶ月通って、ほんで、それで治ったのよ、薬とか塗ってるとね。治った万歳嬉しいなって思ってたら、2015年の7月にまた、またなって、ほんで、8月に手術して、で、そこでね、妄想道っていう病気とは、 そこで決着がついたのよ。あの悪い原因は取り除いたのね、その毛をですね。毛を取り除いて、妄想道自体は治ったんですけど、次手術した場所がですね、それ移植したんだよね、8月にした手術は。 あの、そこの部分を取り除くわけですから、当然肉とか取り除くわけですよね。ほんはそこの部分に何もないわけじゃないですか。だからですね、僕は左のお尻にその妄想道っていうのができたんですけど、えー、右のお尻の肉から取ってですね、そこにはめ込んだんですけど、それがなんかですね、なんか、なんていうのその肉がマッチせずですね、なんかうまく噛み合わず、血の循環、血の巡りが悪くなって、 結局、その部分がひっつかなくて、ちょっと開いたまんまになっちゃったのよね。切った部分が。んで、これまたなんか、これまた別の病名なんだけど、非弁なんとかっていうまた病気なんだけど、その開いてるっていうのがね、妄想道ではないんですけど、まあ、いわゆる後遺症ですよね、手術の。えー、その後遺症で、えー、結局、えー、今年の、先ほど、えー、先週ですね、えー、今年の1月に手術をして、それで治ったという、こういう系列でございます。ちょっとね、えー、僕話下手くそなんで、ぐだぐだ、 ではありますけど僕の病気は妄想度そして、えー、血毛の病気というわけですねもう今恥ずかしいよ俺はすごくね顔真っ赤になってるよ言うんじゃなかったって 後悔してる自分もいるんですけどね。あの、2週間前くらいに出した入院する手術しますっていう報告動画でね、えー、この病気が完治すればですね、病名の方を発表しちゃいますということを言った分ですね、発表しちゃわないとまずいでしょうーん、まずくはないけどね。誰も興味ないと思うんだけど、俺の病気のことについてね。えー、こういう病気でございました。この病気に僕は1年以上、ね、えー、時間をかけて、 え、直したので。早い段階で手術すればこんなことにはならなかったんですけどね。僕は今までこの大きな病気にかかったことない。これも大きな病気ではないんだけどね。あのみんな、あの、これね。 ま、今画像検索してみた方は、うわ、これ痛そうと思ってる方いるかもしれないけど、あの、痛くないの <laughs>。あの、他の人は知らないけど、俺の場合は全然痛くなくてね、あの、血だけが出るっていう、クソみたいなパターンなんだよね。痛かったらもう痛い先生痛いです手術してくださいってなると思うんだけど、俺の場合、血だけが出るから、 別にそう、手術いるみたいな、先生もいるみたいな、全員いるみたいな疑問、はてなマークみんなついてたからね、俺含めみんなね、やらなくていいと思うんだけどなーって。 はい。私の病気はこのような病気でございました。皆さんお分かりでしょうか分からないという方はですね、ウィキペディアの方を見てもらえれば詳しく分かると思いますので。これ以上この病気について皆様にあまり言いたくない。気持ち悪い。言ってる俺も気持ち悪い。なんだ血芸の病気って。血芸に1年間悩まされる俺の人生って何なんだよ死んでよかですかこれならなんか大きな病気にかかって死んだ方が良かったと思うよ。俺生き恥だな。生きてることが恥だよ。ま、あでももう決着がついたのでね。血芸 vs 俺、俺、 なので俺が勝っちゃったんでもう今後ね決議に悩まされる人生はないと思いますえ、まあ、しばらくまた通院は必要ですけどねそれはもうあのー 治ってるので、な、まあ、その経過ですよね。手術の、その後の経過を見るだけなのでね。えー、もう手術することもないし、ピーマンチャンネルをお休みすることもおそらく、この病気関連ではないと思います。えー、これからもですね、毎日楽しく、えー、元気にですね、皆様に楽しんでいただける動画をですね、このピーマンチャンネルで出していきますので、えー、ま、血源に悩まされた実況者というのはね、多分俺くらいでしょう。でもいいじゃない。 でもいい、そんな実況者がいてもいいと俺は思うよ。え、えー、血源に悩まされながらもですね、えー、ここまでやってきたわけですから。これからも生まれ変わった俺という感じで、血源に悩まされたピーマンはいないからね。え、2016年の1月まで出してた俺はもう血源に悩まされ続けた俺だから。みんなその俺を見てたんだけど、今の俺はもう違うからね、血源に勝った俺としてみんな見てほしい。 あ決言に負けた俺はいないなんだよえー、またね、生まれ変わったニューピーマンとしてですね、皆様毎日楽しい動画を届けていきたいと思いますので、ぜひぜひこれからもね、見てくださると私ピーマン的には嬉しいでございます。えー、2016年たくさんのゲームがね、発売されます。2月もたくさんのゲーム来ますからね、非常に楽しみでございますよ。OK! ーーじゃあ今回のこの動画はこれにて終わりにしたいと思います。皆さんもね、えー、ま、この妄想動にかかる方は本当いないと思いますが、その他の病気に気をつけて くださいえー、もししししね、えー、今病気で苦しんで苦んんるる方ががいいいととたら本当に頑張ってくださいとしか言いようがありません僕もね、クソよ、しょうもない病気ではありますが、その病気の苦しさっていうのをね、味わいました。もう、かかりたくないという気持ちでいっぱいですけど、ほんとそういう方がいたらですね、ほんと頑張ってくださいとしか言いようがありません。えー、皆さんもぜひ病気には気をつけてくださいね。えー、元気に私の動画を見てくだされば、私的には非常に嬉しいでございますのでね。じゃあ、お次はゲームの実況です。 動画で会いましょうググググバイ